はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともです。奇襲戦隊予想者の46話の放送でございます。今回の放送から、いよいよエラスが復活していったらしいですけども、まさか瀬戸が変身するとは思いませんでしたね。ウプヌシさん、もしかしたらなぜかマスターグリーンじゃねえかなっていう予想もしてましたけども、大外れでございました。っていう感じで、そんな感じで感想をざっくりさせてもらいます。もうちょっとでキラメイジャー始まりますけども、なんか映画見てきましたけど、いまいちだったような感じもすると親が言ってました。俺は逆に今回特撮経験者入れたことでまだいい方なのかなって一瞬思ったり思わなかったりです。ちなみに誰のこととは言いませんが、2人のことを、2人の方を言ってますけどね。ということで、キラメイジュ、ユーソージャーの46話の感想でした。ご視聴ありがとうございました。